皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の暗号資産土地教室を始めていきたいと思いますさあコ新聞公読視聴規約ここでね、えー、この動画を止めていただきまして大きな画面でねおに記載さ,されている第1条から第7条をお読みください で一語一句ね、えー、細かく読んでいっていただきまして、えー、一つでも納得できない箇所がありましたら、ここで動画を見るのをやめて、他の人の動画を見てください。すべてね、納得して承諾してくれた人のみ、この後の動画を見ることができます。それでは行ってみましょう。2019年3月16日土曜日、暗号資産草コイン、中野研究会。 今日の、ね、千葉県 <laughs> 千葉県松戸市は、ね、非常に穏やかに晴れてますね。風もなく、えー、静かな週末になってますね。あのー、裏に、ね、神社があってそのまた裏に小学校があるんですけど今日は静かですね、子どもたちもね、まああの。お正月休みって感じかなで外の空気はちょっと肌寒いけど家の中いると暑いですね。 暑いです。まあ、外の気温も17度くらいあるのかな、今日は晴れてて、ね、非常にいいんですけど花粉が飛んでて、ね、目が痛いし咳は出るし喉、ね、引っかかって、ね、鼻も痛いし、ね、どうしようもなんないですね、はい、それと、ねえー、私の方では、えー、昨日うは、ねえー、また神奈川県の方から大、ねえー、男の人が松戸に来てくれました。 それでまあ個人面談をやりました。でね、あのー、昨年かな、草コインというか仮想通貨でね、えー、何も知らないまま初めての投資をしてしまって、まあ、株とかね、為替とか FX とか全くやったわけじゃないということで、まあ、仮想通貨というニュースを見てね、えー、仮想通貨爆上げだっていうのを見て、送り人発生っていうのを見て、自分も。 えー、ビットフライヤーとかね、コインチェック口座解説してお金に出たとそ。あと、まあ、ICO もいくつかね、えー、セミナーに出て買ってみたと。いうことでね、なんだかんだなんだかで言ってですね、まあ数千万、えー、今のところ数千万のマイナスっていうことでね、非常に ええー、まあ大きな金額がね、失われているってことでしたね。まあ含み損ってことですね。まあただね、あの、今日の話はね、いい話ですからね。復活しそうな感じでしたよ。あと、FX をね、最近始めて、えー、やっぱり数百万ですね、えー。何も知らずに FX 始めて数百万失ったということで、ここは一つね、やっぱり知ってる人に、 えー、少し教えてもらった方がいいということで、えー、昨日いらしてくれました。非常にね、えーまあ、4時間ぐらいかな。長時間にわたっていろいろお話ししましたね。はい。では行きたいと思います、えー。本日の話題なんですが、今日のドル円仮想通貨マーケット分析ということで、まあ、ドル円はちょっとね、今日お休みなので、また、えー、次の動画にやりますで。仮想通貨の方なんですが、なんと、岩井、ノアコイン、 202.58%の爆上げ達成イエーイパチ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 ,パチということで、まあ、これは、あの、過去7日間、過去1週間の爆上げですね。数値が202.58%の爆上げ達成ということで、えー、どういうことか見ていきたいと思います。ということですね。それで、まあ、コインマーケットギャップをまず開けます。またね。えー、はい。 コインマーケットキャップ開けまして、あの、全体的に爆上げしてるね、これ。な、何なんですかね、これ。今日爆上げしてますね。45万、ビットコイン45万いってますね。ちょっと見てみようか。何なんですかね、これね。この爆上げ具合は何なんですか。これ、ちょっと上,上がりすぎですよね、こ,れこのところがね。 3.4、3%。で、ビットコインがようやく45万。うん、ですね。46万ぐらいまで行って一旦落ちた気があったんだけども、今回そのままブレイクすればいいね。基本的にはね、安い時に買わないと、投資って儲かんないんですよ。で、上がってきちゃったでしょ、こうやって。だからもう、うん、儲かんないっちゃ儲かんないけど、まあまだ全然上がっ、まだ大丈夫だよね。うん、70万とか80万になっちゃったらもう、 また乗り遅れって感じになっちゃうからね。リップルも35円なんでまだまだ大丈夫ですね。はい。それで、やっぱり一番大きいのが、ビットコインキャッシュが16.67%ぐらい上がってますね。ライトコインも 8.27%1 週間で上がってるし、軒並み全部上昇ですね。眠が下がってるぐらいかな。ちょっとね。軒並み上昇 <laughs> ですね。 でまた全てを見るってやって、えー、草コインの方を見てみましょうか。上昇率ランキング、ちょっと見てみますね。まあ、ビットコインがね、あの1週間で3.64%上がったっていうのは非常に嬉しいことです。なぜならば、ビットコインっていうのは全ての仮想通貨の、えー、ベースコインですからね。基軸通貨ですから、ビットコインが上がらないと、やっぱり全ての通貨上がらないんですよね。 だからビットコインが上がれば、もう何,か何持ってても上がりますから、そうですね、7000億円ぐらい入ってますね。7000億円ぐらい入ってる。で、ここで7日間って、ここを押しますよ。ここ。こっち。時間かかりますからね。出ましたね。はい。全ゴールド23、2383%ですね。過去1週間で。 うーん、ラビットコイン、あとは、ちょっと拡大してみましょうか。そうですね。うーん、まあんま聞いたときない。これ間違い,いよね、ビットコーンだって。<laughs> ミントコインとか可わいいね。買ったかもしれないこれ0.0135。 あ、ノアコインありますね。もうすでにここにありますね、ノアコインが。はい。急上昇率の、まあ、上位にノアコインがありますね。それでノアコインはもういくらになってるかっていう。まあ、あの200、200%上がったっってまだ0.05円なんですよね。0.05円なんだけども、まあ上がり始めたっていうところでいいと思います。上がり始めたよというところで、 まあこれがまた0.1円とか0.3、0.5、えー、0.8、1.5、えー、2円、3、4円、5円。まあ、そうだな。まあ4、めぼしいとこではまあ40円ぐらいまでいくかなと思ってますけどね。私は。40円から50円はいくかなと。まあいく、そうだな。それ以上いくとしたら、まあ、最大でも400円ぐらいかなと思ってますけどね。こういう実力があるんでね。 これですね。それで、今日1日で2.69%、あ、一時間、この1時間で2.69%。この1時間で34.78%。で、1週間で207.31%上がってると。いや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 、すごいですね。まあ、急上昇ランキングに入ってるからこそなんですけども、さあ、草コインのきのみ、上がってますね。まあ、ビットコインが上がってるんで、まあ、全部上がってるって感じですね。全部緑色ですね、ここの、ここのとこがね。 上昇率がね全緑色です本当に、まあ、久,々久しぶりかなっていうのとあとはうんなんか底打ち感が出ましたね仮想通貨市場全体的に、まあ、これ以上下がらないかなってずっともうずっと1年以上見てますけどうん、まあ、底打ちしたかなってうんで開けない夜はないと言いますから開けない夜ってないじゃないですか。 どんなに辛い夜が続いたとしても、涙でね、枕濡らした夜が続いたとしても、必ず朝来るじゃないですか。どんな、どんな夜でも。それと一緒で、あの、どんなにね、まあ、つら、あの値が、値段が下がっても、株式もそうですよね、どんなに下がっても、必ず復活しますからね。 為替もそうですよね。ドル円なんかも、<laughs> 1ドル75円とかなっちゃっても、必ず復活し,しますでしょ。復活しないときはなかったから、ずっと低迷したときってないでしょ。株もないんですよ。必ず上がってくるんですよね。だから、お、ちょっとすごいね、これ。この上がり方はちょっとすごいね、これ。冷やしですけどね。 週足だと、ま、こんな感じですよね。だいぶ下がってきちゃったね。えー、去年のこれ4月、?4 月ですかこれ。あ、違う違う、1月4日。まあ、ずっと下がってきましたね。上場してからね。去年上場してずっと下がってしまって。いや、でもすごい上がりましたね。この上がり方がちょっと、えすごいんじゃないこれ。え ?2 倍どころじゃないね。3倍どころじゃないんじゃないあ、 3倍ぐらいか。4が12になったのか。3倍ぐらいになりましたね。だから、ちょっとこれを <laughs>、まあ、あの、あるね、えー、海外の取引所に上場したってことなんで、それで泣こうに上がったんですよね。ちょっとあれ見てみましょうか。ニュースをね。 えー、ノアコインは詐欺コイン。えー、ノアコインのニュースはちょっとないみたいですね。はいはい。えー、そうですね。まあ、この辺ノアコインの爆上げとか出てますけど。はい。まあ、仮想通貨もね、話だけはいっぱいあるんだけども、 えー、実態が伴ってなくてね、期待だけがいっぱいあって、えー、下がる一方だじゃないかと、ねあの、仮想通貨の価格全体的に下がる一方じゃないかというのがあって、ビットコイン ETF どうなったんだよ、多いと。去年1年間振り回されましたけど、あのまあ、もういいだろうと、もう底打ち感出ましてね、何が起こっても。 まあこれ以上下がらないかなと思うで。で次のビットコイン ETF を4月上旬 <laughs> ああ、だその前に承認にするかもしれないってことね。うん。まあ、あの、今回のノアコインが上,上,上昇したの、価格上昇したのは、あるですね、海外の取引所に上昇したからと。はい。で、そこで、まあ、重要なですね、えー、ノアコインが重要な地,、えー、地位を持つということで、まあ、 えー、価格上昇したってことになってるみたいです。はい。で、これ、やっぱり大きいよね、これね。この上昇は <laughs>、ちょっと大きすぎないか、これ。まあ、これ、ただ4 <coughs>、3倍ですからね、まだね。十分に下がってきちゃったので、まあ、ちょっと、あの、まあ、僕も含めて、すごい辛い日々がね。えー、まあ、去年の9月をこういうところ行ったね、あの、マライアキャリーが来ましたからね、日本にね。 まあ一旦上がったんですけども上がったりまあ他の取引所に上場するとかいろんな話があって期待上げしたんだけどやっぱり下がってきちゃったんですねでも今回の <laughs> 今回の上げって目立つねやっぱねなんかそこそこ上げ感がありますね何,何かえただなんかバライアキャリーが来るから上がるとかじゃなくてえちゃんとした実需 えー、実用的な仕様がですね、始まるから、えー、上がるんじゃないかというですね、こ、この上げ方はないよね、これね。うん、これはやっぱり何なんですかね。この上げ方はないですね、やっぱりね。一旦下がって、利益確定した人いるけど、やっぱ上がってくると。これがすごく大きいよね、やっぱりね。これ1時間足ですね、さっきの4時間足ですね。 ああ、や強いですね。一旦これも下がっちゃうかなと思ったけど、押し目をつけて上がってきて、全開した金を超えてると。これ、ちょっと買い増ししようかな、俺。<laughs> もうノアコインは、だいぶ僕も買ってますからね。うん、買い増しですね。買い増しのチャンスだね。もう一回ちょっと押し目つけた時で買えればいいかなと思いますね。うん、まあ、まだまだ今安いのでね。 まあ今買えば、まあ、何倍にもなるかなと思います。はい、そうですね。0.05だから、ま、あすぐに0.3とか0.5、0.8円ぐらいまで行っちゃうでしょうね。なんで1円、2円、3円、今4円ぐらいは行くかな、今日。すぐに行っちゃうんだよね、草コインってね。うん、だって0.05もさ、0.5円も一緒だからね、もうね。はい、もう5円とかも一緒だから。 すぐに行くんですよね。ちょっと買っただけでね。それが草コインのいいとこなんですよね。はい。ということで、まあ、その他、まあ、先ほども見ていただきたとおり、まあ、メジャーコインであるビットコインなんかもこの、この爆上げはないよね、ちょっとね。うん。ちょっと、あれ見てみましょうか。国内の、まあ、財布とかビットバンクとか、まあ、財布は新規口座開設してないんですけど、まあ、口座持ってる人は多いと思います。 うん、こんな感じかな。やっぱり低迷しながらも上がってきましたね。うん、冷やしですけどね。4時間足はどうかな。あ上がってますね。この直近ですぐ上がってきましたね。何があったんですかね。うん。イーサリアムどうかな。いいですね。はい。ビットコインキャッシュも上がってると。まあ、ただ、前回高値のとこですね。 あとトークンどうですか財布トークンこれですね冷やしでどーんと上がって、まあ、落ち着いてるとはいペペキャッシュ、まあ、落ち着いてる感じかなはいええー、こんなところかなまあちょっと春の兆しですね春の兆しって感じですねあとはビットバンク見てみましょうか リップル、リップルみたいですよね。はい、ビットバンクですね。えー、トレード。ビットバンクのですね、上がってますね、ビットコインね。この1時間、この1時間でかなり上がってますね。1日は、まあ、今度はあこの全開高値、ね。まあ、ここも全開高値ですけど、 これを超えてくるようでしたら、えーまあ、60万70万の可能性あるねもうそろそろ全部戻しするだろうね、うん、なんかこの傾斜がやっぱり右肩上がりだもんねうんそうだねまあっていうかそうだねこの前回高値はここと一緒なので <laughs> この壁をブレ,ブレイク上抜けブレイクしたら買った方がいいですねうん買った方がいいですねまずああこれ1時間か うん、まあちょっと様子見て今落ちてきてますからねリーカク確定でねすごい勢いで起きて,起きてます落ちてますから15分,15分足ですね5分足まあ、1分足とかこんなの見てもしょうがないんですけど、まあ、あのこれ押し目なのかどうかだねでスーッと押してここまで行っちゃったら、まあ、いつもと一緒かだけど、まあ、もう少し様子見てこの前回高値をブレイクしてきたら50万 そうだね。50万の声聞こえたら多分世界中から金、お金入ってくるんだろうから。そうだね。48、47万円、47万円を超えたら、まあ、あの、追加投資する方は47万を超えたら追加投資した方がいいと思いますね。あと、リップルですね。うん、ちょっと上がってきてますね、やっぱりね。うん、そうだね。リップルも。 まあ、リップはどうせ上がるからね、38円、まあ、39円だな。39円をこういったところで買った方がいいですね。買うなら。買うならね、ついあの追加で買うなら39円。また落ちるかもしれないから、前回高値をブレイクしたら、レンジブレイク狙いでいくといいかなと思いますが、ただ、今買っといた、どうせ買うならね、 まあこの今買っている人が今35円だからね今買っている人が全然儲かりますから、まあ、買うんでたら今買っちゃった方がいいしレンジブレイクで鞘狙うんだったらまあ前回高値を超えて40円ぐらいで利確というのがいいと思いますねはいそのぐらいかなあ,あとはまた今日の一言ですねはい行きたいと思います こちらですねちょっと待ってこれ邪魔だなはい FX で億万長者になるためにはっていうものですね今日もあの少しやってみたいと思いますはいえー、前回ねお話ししたようにですね かお金を負っていては億万長者にはなれないと私は思いましたし今はもう思っています。まあ、これは、ね、人生すべてについて思うところですね、はいまあ。野球選手になりたいって夢見る、い、まあ、見るのはいいんだけどあとは、えー、半径5 0ンチの、ねえー、目先の練習ですね。一歩一歩階段登らなければです、ねえー、富士山の頂上には登れないわけですよね。 はい、あのひとまたぎで富士山の頂上には行けないですよね誰もうん誰も行けないですねなので無限のですね歩数を、えー、重ねてですね誰もが富士山の頂上に登るわけですね登山はねだからあのでもその階段を登るっていうね階段とかね坂道を登るっていうですね あ歩みをやめなければ誰しもが必ず富士山の頂上に登れるんですよね。必ず行けますよね。行けないわけないよね。まあ、それは途中で病気になっちゃったりね、怪我したり、まあ、諦めれ,れば登れないですけど、諦めなければ必ず登れますよね。で、誰しも必ず億万長者になれるんですよ。はい。それで億万長者になるためによって前回ね、原因と結果があると。 で結果、例えば富士山の頂上登りたい登りたいってずっと思ってても、あの <coughs> 足腰鍛えないと登れないでしょ。富士山、結果だけ追ってね、あのヘリコプターで頂上行きたいと。<coughs> それは登ったことの途端にしたことにならないよね、やっぱり努力しないとね。だからまあ野球選手になりたいとか、サッカー選手になりたいとかね、芸能人になりたいとか、f x 億万長者になりたいとか、もうそれはもう。 あの努力すればなれると思いますがその努力っていうのは原因だよねだから FX の結果はお金ですけどもお金を得るためには原因が必要だと努力が必要なんですねでそれは何かと FX の努力っていうのはトレード技術ですよねトレード技術と、まあ、あとあのファンダメンタル分析技術なんですけども、まあ、それを2つを合わせて、まあ、トレード技術って言ってますがそのトレード技術を だから半径50センチのね最初の一歩 <coughs> 最初の一歩何なのって言ったら、えー、日々のトレード技術だよねでこれをどうやって磨くかなんですよで、まあ、原因を追求しなければならないと、まあ、日々の努力を、えー、積み重ねなければならないっていうことですねまあ徳を積むっていうか陰徳を積むっていうかね それで FX における原因とは何かと、さっき言ったようにトレード技術なんですよ。まあ、これはファンダメンタル分析も含めて、ファンダメンタル分析とテクニカルチャート分析と、この二つを合わせてトレード技術。まあその他にもいろいろありますけどね。それトレード技術を極めるためには、検証可能なマネージメントシステムを構築しなければならないと。何かということなんですね。 でこれね私ね経営コンサルティ、経営コンサルタント、四六時中ってこうずっともう何十年もやってるからよくわかるんですけど、世界統一のマネジメントシステムっていうのがあるんですよ。で、これはイギリスが発祥の地なんだけども、皆さん、多分知ってると思いますけど、会社に勤めてれば、ISO9001 とかね、ISO14001 とかって知ってますよね。国際標準規格でですね、まあ、品質評価基準とか、環境基準とかってのがあるんですよね。 で、これはね、ああいうね、マネジメントシステムをきちんと構築できた会社が、えー、認証を与えられるわけなんだけどもね、そのマークを使っていくことになるんだけども、まあ、僕もそういうマークを取得するコンサルティングもやってますが、すべてのね、会社経営っていうのは、これ、マネジメントシステムの構築にあるんですよ。うん、で、あの会社の経営者、社長とか取締役とかね、部長とか課長って何やってるかというと、 毎日、毎週、毎月、毎年、同じことをやるんです。同じことをやって、まず仮説を立てるんですよ。どうやったら、今よりもまあ売り上げが上がるのかとかね、生産性が上がるのか、あと品質が上がるのか、顧客満足度が上がるのかっていうのを考えて仮説を立てるんですよね。で今回 FX だったら、どうやったらまあ安定してね、まあ負け、負けることもあるかもしれないけど、勝つ方が多いと。 で負けが多かったとしても、リスクリワードが高いから、結果的に利益が残っていくと、利益が積み重ねていくと、それはどうしたらいいのかっていうのを、まあ、仮説を立てるわけですよ。で、中野研究会ではですね、えー、レンジブレイク手法を使った仮説を立てています。で、今、検証してるんですね。今、で実施してる、検証じゃなくて実施してるわけですね。で、その通りやりやるわけです。仮説を立てて、 毎回毎回ルール、今は IFO の設定を決めているわけですよ。今のドルへの環境だったら、えー、レンジブレイクして何ピープス経過後にエントリーして、そこから何ピープス、えー、利益を取ると、取得すると、決済すると。そして何ピープス逆行したら、えー、逆差し値を入れて、ね、損切りするという仮説を立てているんですよね、毎回毎回。はい。で、毎回毎回ですね、 レンジが構成されるのには3、4日から1週間ぐらいかかるんでね。で構築されてから、えー、仮説を立てて、えー、IF を設定して、あとは見,見届けると。そして、えー、利益確定するまたは損切りされると。そして全部が終わった時に検証をします。検証して、えー、それで新しい法則を見つけると。今回は、えー、このピプス数だったらちょっとダメだったねと。 うん、損切り25じゃちょっと甘いから30にしようかとか、まあ、レンジブレイクしてからねエントリーの間のまあ、いわゆるあの非武装地帯って呼んでるんだけどね、うん、DMZ ですね d m 非武装地帯を、えー、25じゃ甘いからね30にしようか逆に30じゃだったらまあまずかったからじゃあ15にしようかとかねあのいろいろあのその。 相場環境があるわけですよね。ドル円ならドル円での、今の相場環境、まあ、勢い的な相場環境、うん、取ったとか、まあ、高値すぎ、移動平均線からかなり乖離して、ね、高いから、まあ、ちょっとそこら辺を、えー、圧縮してです、ね、そろそろ下,下がるんじゃないかムードの、えー、上げ上昇で、えー、少しずつ取っていくと。50ピップスも1回で取らないでね、25にするとか。 それを新しくですね、まあ、検証し、仮説を立てて実施して、で、利益出ても、損切りが出ても、新しい法則を発見することができるんですよ、はい。仮説と検証の間に差分が生じますから、その差分が新しい法則なんですね。で、その新しい法則を発見したら、この新しい法則をかあのまた付け加えて、また新しく仮説を立てるんですよ。そして実施して、まあ、IF を設定して、 放置するとでそして、えー、結果が出たら検証すると、利益出たとかね、出なかった危なかったとかね、ギリギリだったとか、ギリギリ利益取れた逆にギリギリ利益取れなかったと、そしてそこで新しい法則発見が見つかるんですね。それであの、やっちゃいけないことがあって、この世界統一のマネジメントシステムっていうのは、まあ、ソニーでもね、僕、経営コンサルティング、ソニーとか、まあ、いろいろやってますけど、やって,ってますけど、 あとは、国内、国内だったら、えー、霞が関の、えー、経済産業省の本庁と別館のね、コンサルティングをやりましたけど、えー、ここでね、仮説で、一番の仮説で決めたルールを守りきれなければならないんですね、この実施するっていうところでね。この仮説を実施するときに、ここは、あのここ仮説を立てるのはマネージャーが立てるんですよ。そうだよね、マネージャーメントシステムだから。 そして実施するのは、まあ、エンプロイヤーでね、いわゆる、会社だったら、まあ、従業員ですね。で、従業員が、やっぱり、仮説途中でね、実施してるときに、これじゃダメだってって、仮説を変えちゃいけないんですよ。仮説を変えるのは、あくまでも、マネージャーじゃないとダメなんだよね。で、実施してもらって、どこが良かった、どこが悪かったかっていうのを言ってもらって、そこで検証すると。そして、新しくルールを見直すと。 でルールを見直すときに、まあ、ここ気づきを得るっていうふうに言う人もいますよね。私気づきを得る。それは FX だったら個人的なことなのでね。え気づきを得て、えー、その気づきをまた仮説に盛り込んでいくと。でそれは IFO をずっとやっててもダメだなと。IFO プラスあれじゃないとだめ、これじゃないとだめ。まあ、IFO プラススキャルピングを組み合わせるとかね。いろんなやり方がありますから。うん えー、一人一人,一人一人違いますからねあの、性格が違うんで、FX の利益の取り方も、いやわ、私はこっちの方がいいと、もっとね、1日何回もトレードして、わずかなお金でもいいからねあの、1万、2万でいいから、毎日積み上げたいという人もいれば、いや、もう月に1回でいいから、どかんと50万取れればいいと、あとは見たくないという人もいますからね。 うん、で、仮説で、一番重要なことは仮説、この一番の仮説で決めたルールを守んないでね、二番のルーのところ、実施するところで、えー、途中で IF を設定してね、それが結果出るまで動かしちゃいけないのに、途中で動かしちゃって損、損切りを変えてしまったりね、利確を早めたり、あの、チキンリ食いをすると、これ仮説が、せっかく立てた仮説がね、 あの無断になっちゃうんだよねでそうすると、検証すすするるる意味もなくなくわけですよそうすると4番でね、新しい法則を見つけて、せっかくその法則を、まあ、気づきを得たものを、せっかく仮説に盛り込んだものが、全部パーになるわけ。2番でね、手を加えると、1番がパーで、4番パーで、3番パー、3番やる意味がなくなるわけですよ。仮説を変えちゃったからね。だから全部パーになるので 今、中野研究会でね、あのやってる IFO の設定では、一回設定したら絶対に手をつけちゃいけないということをやっていますと。ちょっと待ってくださいね。はい、すみません。これですね、えー、世界、まあ、世界統一っていうか、イギリスが発祥したんですけどね、ISO、国際標準規格、ISO で決まってるんですよね、この会社経営っていうのはどうしたらいいか。 どうしたら、えーまあ、あの会社が成長して大企業になっていくかっていうものは会社だけじゃないんですよその自分の個人の、ね、身近なもので結構ですよピア,ノのピアノの上達とか、まあ、東大入るとかねその中学高校受験するとか資格試験取るとかお茶の試験免許取るとかねとにかく自分なりの,その、まあ、家族生活どうすればいいかとか 学校生活、会社会社生活どうすればいいか全てね、マネジメントシステムで考えれば、えー、どんなことでもですね、どんな素早いなことでも、えー、達成できないことはないと言われています。で、ただね、達成できないのは仮説立てるのめんどくせえなとかね <laughs>、まあ、FX で言うと感情トレードだよねあの。1分足とか5分足見てね、あ、上かなと思ってエントリー、ロング、明日だと思ってね、ショート。 <laughs> 感情トレードやってると仮説立ててないよね、それね。それはいつまでたっても上達しません。億万長者になれない。仮説を立てて実施する。で、実施した時に仮説で決めたルールを守り切らなければならない。そうしないと検証可能なマネージメントシステムが構築できないからね。らここで、その途中でね、損切りを、えー、損切りの値をね、 ずらしちゃったり、もうちょっと余力を持たせちゃうとダメなんです、それね。検証する価値がなくなるから。そうすると仮説を立てた、あの、意味がなくなるでしょ。一を自分で否定することになるんですよ。そうすると4番で、せっかくね、新しい法則を見つけた気づきを得たのに、これ一回ぐるっとするのにね、2週間とか1ヶ月かかるじゃない if を設定すると。それがね、無駄になるんですよ、時間が。 だから、あの仮説を守りきれなきゃいわけません。ません。あの、いいんですよ。あの、FX っていうのはね、3歩進んで2歩下がるんですよ。でも、1歩は進んでるんですよ。だから300万利益出ても、200万は、あの、やっぱり損失出るわけですよ。ただ、100万は残ってるんだよね。で、そこからまたスタートして、300万、今度400万までいってっていうふうになるんですよね。で、また200万損失で出ると。でも ね、前回よりはプラス100万で、200万になってると、ベースがね。はい。それで、あのー、まあ株とかね、FX トレーダーで200億円とか300億円まで貯,貯蓄を伸ばした人って結構いるんだよね、日本でもね。そういう人でもね、あの失敗し,してない、失敗しないってありえないんですよ。そういう、あの、ヘッジファンドのトレーダーっていうのは、まあ、サラリーマンだからあんま上手くないけど、個人トレーダーでね、やっぱり上手い人ってね、 は本物の上手い人だよね個人ねね個でやってるから、ね、それでまあ最初20万か30万とかね100万ぐらいのお金を株とか為替とかね酒物とかオプションでね200億300億400億ってね増やしてる人って日本でも何人もいるんですよねそういう人のあの話を聞くとね <coughs> とか動画を見るとね やっぱりね、3回に1回、または、そうだね、3, 3日に1回は利あの、損失出してるからね。ただ、3回のうち、1日損失出てても、2日は利益で出てるんだよね。だから、あのプラマイプラスなんですよ。で、まあ、私たちは、そうだね、3、まあ、3歩行って2歩下がる。だでも、1日、えー、1日の利益は残ってるということでね。 ま、あそれは勝率だけじゃないんだよ。勝率だけじゃなくて、リスクリワードの値もあるから、バルサラの破産確率用にね、あの、基づかないといけないわけだけども、あの、どんなにあの億万長者でもね、えー、失敗ってあり得るわけですよ。で、それはね、いいわけ。あの、損切りすればいいから。損切りできないと、ずる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 損失がね、膨らんでいってしまって、それはね、投資じゃないから。 うん、感情トレードになっちゃうんですよねで IFO は特に、えー、昔から言ってるようにですね夏の夏夏のですね夜店の輪投げと一緒でね100円払って輪投げ3つもらってねボーンって投げたらその瞬間からねあの何も変えらんないでしょ手から離れたら輪,輪が方向も変えらんないし距離も変えらんないでしょでそれと一緒で FX もね、一旦 IF を設定したら、もう手から離れたら、IF を設定して手から離れたら、変えちゃいけないんですよ。変えられないようにしないときね。ま、ほん、ね、一応、パソコンとかのスマホで変えられちゃうから、だから皆さん負けるんです。ただ、夏の輪投げっていうのは、夏の夜店の輪投げっていうのは、一旦手から離れたら,変えられないでしょ、変えられないでしょ変えられないでしょおっとーってできないでしょだから、いいんです。 勝ったり負けたりするんだけど、えー、全財産を使い込むことがないんですよ。FX とか株ってなんで負けるかというと、一旦、まあ、IFO 設定してない人がほとんどだけど、95%だけどね、感情トレードの人が多いと思うけど、IFO 設定して、まあ、IF だとか、まあ、IFO だね、設定したら、えー、もう手放す。手放して、チャートを見ないのが一番、はい。勝っても負けてもチャートも見ない。で、あ、終わってると。で、負けてもいいんですよ。 負けてもいいの。勝ってもいいので。どっちかというと負けた方がいい。で検証してなんで負けたのかっていうところで新しい発見を得れるから。4番を得るために、えー、負けるんですよ。ただ、新しい法則、発見を見つけたらね、ラッキーですよ。ひょっとしたらその後ずっと勝つかもしれないからね。だから、負けっていうのは非常に重要で、負けたから勝つんですよ、次。勝ったから勝つんじゃないんです。負けたから勝つんですよ。 だから勝,勝つとね <laughs> 勝ったら勝ったであの有頂天になってしまって調子に乗ってですね,ねどん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 少々お待ちくださいはいすいません、えー、ですからねあのー、負けるっていうことはね勝つってことなんですよはい負けをね素直にめ認めるっていうのが プロの証拠ですね、はい、負けは負けじゃないですから負けを素直に認めると勝ちにつながるんですよ。ね、これ見て分かるとおり、えー、負けるってことは実施してこの損切り幅を変更しない、えー、ってことですよね。ってことは負けを素直にめ認めると検証した時にあ負けたなとただ、ま、なぜ負けたかっていうのが検証の時分かるから。 で、負けを素直に認めると、新しい発見を見つけることができるんですよ。で、まあ、気づきを得るってことですね。で、それを盛り込んで、新しい活用を立てることができる。そう、何回かやってるとね、負けなくなるんですよ。だから、プロ、プロとして食べていけるんですよね。で、負けをですね、まあ、途中で負けることわかりますよね。FX ってね、あの、チャートがちょい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 ゆっくり動いてきますから。で、それで、負けを、認めたくないから、損切りせ、 設定をずらすすんですよ、ね、あと、かあのー、まあ、いわゆるさ、ええチキンリ食いするってことね。例えば、利益、利確を50ピプスに設定してるのに、途中でね、下がってきちゃったから、えー、じゃあ20ピプスで利確しちゃうっていうのは、それは、あのー、20ピプス利益上げたからといってね、それは勝ったことにならないですよね。負けですよね。いわゆる30ピプスの負けですよね。 うん、で、20ピップス勝つとかね、30ピップス負けるじゃなくて、いわゆる、ここをね、ルールを途中、仮説を作ったものを途中でね、2番の do で実施するところで、手を加えてしまった時点で、私たちは負けなんですよ、そこで。原因と結果のところでもあるようにですね、私たちはお、FX っていうのはね、お金を得るためにやろうと思ったら失敗します。感情トレードになるから。 お金欲しい、お金欲しいって言うから、ポ、えー、ジポジ、ポジポジやるわけですよ。じゃなくて、FX っていうのは、すべてのビジネスとか、すべての、えー、人間活動、<laughs> この世のですね、活動っていうのは全部そうなんですけれども、自分で作ったルール、自分ルールを守れるかどうかが、FX でお金を、えー、結果的にお金をね、得られるかどうかの、差に出てくるんです。FX の最大の仕事っていうのは、 自分でルールを作る。で、そのルールを最後まで守り、最後まで守り切ることができるか。この二つなんですよ。で、ルールを作るのはすごい大変。だからほとんど99%、95%の人は多分ルール作れてないかもしれない。で、ルールを作っても途中で守れない。そうするとほとんどもう勝てない。だから原因ができてないわけ。だから結果が出ない。で、仮説を立てて実施する。これは手つけない。で、終わったら検証する。その検証した結果、 負けてもいいんですよ。最初はもう負け続けますから。最初の IFO の設定は。仮説が違うから、負け続けますから。でもその負けたときに、新しい気づきとか発見があるのでね、それを埋め込んでいけば、勝率はどん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 上がっていくと。これが世界統一のマネジメントシステム、ISO ですね。国際標準規格、インターナショナルですね。はい。ということで、最後のまとめですが、これ、ら線階段ですね。 マネジメントシステムを終わりなく永続的に回していくことで、さっきのプランドチェックアクションですね。私たちはどんな問題も必ず解決することができます。これはね、断言できるんですよ。これはもう検証されてるわけですね。検証されてるんです。それで一歩一歩少しずつ少しずつ進むことで、これね、階段一歩一歩、三歩行って二歩下がってもいいんですよ。でも一歩は上がってるから、螺旋回段のように必ず目標に達成することが できるようになってるんでですよでできないことはありえない。できないのはね、途中でね、諦めるか、検証可能なシステムになってないんですよね。これですど。どこかで、どこかサボっちゃったり、手加えたりするわけですね。で、一番、うん、やっちゃうのは、仮説。まず仮説立てない人がほとんど、FX はね。だからそれで負けてしまう。というか、スタートしないんですよ。で、仮説立てても、 やっぱりルールを守れない。自分ルールを守れないのがほとんど。1、2で終わりですねで。検証まで入り、入りません。で、4番の気づきを得てね、新しい補足を発見して、で、また1番に埋め込むってことができてないんですよね。で、これさえできれば、そう遠くないうちに皆さんは億万長者になれます。私はこれで、えー、やってきましたのでね。 はい。ということで、今回はこれで終わらせていただきます。これは FX だけじゃなくて、えー、子育てでもそうですし、家庭内でも、塾でもね、その、えー、学校内生活でも、えー、職場でも、お花でもね、あの、ケーキ屋でも、花屋でもね、ラーメン屋でも、全部、このマネージメントシステムの構築にあります。それでは、今回は、あ、んで、この続き、詳しく知りたい方はね、草恋新聞で発行してます。それと、ライブもやってますので、えー ご加入くださいそれではこれで失礼しますありがとうございました千葉県松吉よりトムクルーズがお失礼いたしました失礼いたします